正直最初は大学生活1年目過ごして慣れてからオーディション挑戦しようと思ってたんですけど、やっぱりこの DCI ってそのエイジアウトっていうものがあって、自分が一緒にプレイしたいプレイヤーが一人いて、その人のエイジアウトが近かったっていうのと、いつも DCI の動画を見ていてすごいかっこいいなってずっと思ってて、気づいたらオーディションフォームに自分の名前を書いちゃってました。オーディションを受ける際に実際たくさんのものを犠牲にしました。正直その時はオーディションにしか目が向いていなかったので、今振り返ると少し寂しかったりします。得られたものはまずたくさんの友達で、まだ知り合って2ヶ月という短い期間なんですけど、本当にこれからの人生でかけがえのない人になるんじゃないかなって今思ってます。あともう一つは、確かにドラム校って本当にハードで、実際私すごいインドア派で外大嫌いで、暑いのも本当に嫌いでなんですけど、毎日フリーアンサンブルの時に感じる幸福感はもうたまらないですね。生きていてやっぱり毎日こんなに好きなことをできるのって本当に今しかないと思ってて、今この場所にいられるのは自分の努力も確かにあるんですけど、たくさんの方の支えがやっぱりあるからで、その方々たちに恩返しになるかわからないんですけど、私を応援してよかったな、ノアちゃんを支えてよかったって思ってもらえるようなかっこいいトランペッターになりたいと思ってます。